だってだってペッパーを効かせないと。うわ完成でございます。甘飯、今日もねまた実験シリーズというかね、某、チェーン店ですごい美味しそうな焼肉にライスがあってコーンがかかってネギがかかってる、ね、ランチみたいなのがあるじゃないですか。ほぼ行ってんの。それがね非常に美味しそうで、家でねどうやったら再現できるかなと思ったら、やっぱり家で再現するにはどうやったかと思ったら、このこういういわゆるテフロン的なこうねティファールですけど、このこういうところにねちょっとね肉を引いてご飯を盛り付けてねやったらね美味しそうなんじゃないかと思ってですね、それを再現していってみたいと思います。お米茶碗2杯分、焼肉のタレ大さじ2、牛肉バラ 100g、 醤油少し多め、醤油大さじ1、万能ネギお好み、コーン 100g、 塩コショウ少々、ミックススパイスお好み、ごま油大さじ1。甘の飯、よいしょ、もう直接いっちゃいます。油は引かないです。でちょっとねこの万能のスパイスいろいろ入ってて、ニンニクとかこのキャンプ用のやつとかもありますけど、これをちょっと軽く入れてください。もちろん塩コショウだけでも大丈夫です。これねぜひね薄いバラのところがいいですね。これ結構ねバラだと油出ますんで、そこをねちょっと焼きすぎぐらいのねカリカリ具合にしたいんだよな僕は。あそこはなんか鉄板でなんか完成させるみたいな感じだけど、これはもうすぐ食べられるぐらいの感じにしたいですね。うわー、すでにうまそうじゃん。これちょっと黒胡椒大人だから効かしちゃおうかな。なんて言ったってペッパーを効かせないと。塩コショウって大人のあれなんだ。ペッパーを効かせた美味しいランチにしないといけないから。そうですね。でちょっとニンニクも生姜もちょっと効かせます。さらに大人になってきます。大人の刻みニンニクだ。そして焼肉のタレないしはシンプルな方は醤油だけでもいいですね。あ、醤油だけでもいいんだ。これちょっとタレに、これねご飯と混ぜた時にねやっぱりタレの方がね美味しかったりするんだよな。あ、なるほど。さあこれで、あ、取れる？これをご飯をこんな感じで、なんかあの店に似てますね。こんなのある？もう出してる店で、ここにいやあれだ。見たことないよ。ないですよ。天野さんのオリジナルなんだから。そうですよね。醤油置いとこう。はい。これ重々でいってほしいんだよな。滝山で行こうか。ちょっと待って。鉄板のあれがない。これを置ける。鍋式。これぐらい効かせた方がいいんじゃないかな。OK。さあ、で緑もわーっと散らして。
さあこれで完成でございます。この石焼き88を食べるのはもちろん熱々界の王子崎山です。熱々界の王子憧れですね。ちょっといいですか、混ぜてもいいですか。いや、あんまダメ。あんまダメとかあるんですか。いや、熱が冷める、混ぜると。いや、ほら冷めない冷めないよ頑張れ視聴者が応援してるぞ。どうだ、うまっただただうめえし。なんか強いて言えばなんかペッパーの効いたランチっす。あえて言えばね。お昼に食べたいってことね。なんだこれ。あれこのままいなくなっちゃわないな。キャイー。グッドボタン、チャンネル登録よろしくねー。